はい、こんにちは、勝又博物館です。今日ご紹介する展示物はこちらということで、スターウォーズワールドコレクトルフィギュアプレミアムフォースの覚醒ファーストオーダーストームトルーパー全3種なんですけども、フィンとフィンの顔に血がついた時のやつと、これがないんですよね。ごめんなさい、普通のバージョンがないと。で、こちらが一番最近のやつ、ストームトルーパーですね。はい、これはルークとハンソロ、そして普通のストームトルーパーっていうのがあるんですけども、この2種類がちょっとないので、今回はこの3個でレビューしていきたいと思います。それではまず1つ目、こちらを開けていきましょう。すごいこの印象深いですよね、顔に血を塗られた時のね、瞬間が。おー、いいね。どのような感じになってるんでしょうね。血の色なんでしょうかね、それとも黒い、なんか、あー、はい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 。これはでもいいね。これはすごくいいですね。さあ、見ていきますよ。ドン。はい。ワインレッドみたいな色合いですね。すごくいい。ちゃんとこのサってなってますからね。サって。はい。そして、台座、お、硬いな、台座。台座硬いっすね。そしてフィン。FN2187。え？なんだって？じゃあフィンだ。いやー、もう楽しみですね、ローグワンが。まあ、あんまりでもね、本編ではないので、あんまり期待しすぎちゃうとね、あー、こういう感じかーって。もしかするとライトセーバー戦とか一個もないと、ない可能性もありますし、まあ、ベイダーが出るからそんなことはないと思うけど、なんかね、やっぱ、金でっこな僕からすると、やっぱライトセーバー戦がないとちょっと寂しいかなとか思ったりするんでね、あんまりこう期待しすぎると、まあでも空中戦が絶対 100% あるのでね。おー、フィンの顔めちゃくちゃいい。捉えてるな、特徴。すごいっすね。でも顔以外のパーツは全部一緒ですかね。この下の部分ね、手とかね。この辺はもうほとんど一緒ですね。この首から上だけパーツを変えたみたいな感じですね。さあ、そして最後、ハンソロ。よいしょ。もうでもハンソロもね、死んじゃいましたからね。はい。顔に、フィンはなかったんだけど。顔に覆われてるのが、プチプチがなかったんだけど、これはありますね。なんでだろう。髪がギザギザだからかな。あ、しかも銃にも巻かれてる。はい。おー、イケメン。若い。非常に若くてイケメン。かっこいいですね。さあ、これも台座にはめていきましょう。あ、これ台座はめやすかった。いいですね。はい。フィンとハンソロ並べるとこんな感じ。うん。いいね。さあ、それでは前回紹介したダース・ベイダーと並べて見ていきましょう。いやー、やっぱこうやってね、並べるとダース・ベイダーの威圧感半端ないですね。はい。ということで今日ご紹介したのは、こちら、スター・ウォーズ・ワールド・コレクタブル・フィギュアのストームトルーパーでした。それでは、また明日。